はい、のんち TV 始まりました。ピースの角度は自分向き D のんちです。そして本日のゲストは、はい、ソースの指サッカーでジャモイコです。よろしくお願いします。パンパカパン。今日はなんとのんち TV 900本記念。おー、900本中半分以上は出てるかな。いや、半分は出てない、うん、半分は出てくるんですね。多分400本と出てる。ほとんど出てる人に900本でも出てもらいました。もうノンノンノスピタルは全然多いと思ってました。ノンノンノスピタルはね、確かに今ね180ぐらいだね。900本、900本です。900、はい、900本の中の思い出を今考えておいてください。ノンチ TV ないでの、はいはい、なんで自分関係なくても、はい、私の900本の思い出は、はい、何かな、なんだろう、900本の思い出はなんだろう。いや、私もダントツあれですけどね、はいはい、上白石萌音ちゃんの、はいはい、のスペタルの初回のやつですけどね、はいはいはい、の爆伸びですよ、もう、はい、あれが ねすごい、もうこの前さ、全然伸びなかった。そんな、そのもの、夜からね、いろいろね、だこいつだって我々の微妙ですもんね、あ全部ね。でもさ、何気にちょっとずつ伸びてる気がする。あ、そうなんだ。いや、モネチャンネルでもあるので、ね、でもなんかもうそのね、アナリティクス的にいくと本当にね、それがすごい。いいし、彼女がいいんですけどね。はぁ、恐ろしいよね。だって他の人だったら全然。いや、彼女がすごい、彼女がもういいんですよ。のファンがもう、いや、もうか、すっごいいるってことだよ、ね。鑑定団の鑑って書く ね、鏡ですね、ほんとね。マジ鏡の方多い。900本のなんか塗り替えるというか、なんだろう。そうですね。その思い出。きっかけはかなり大きいかな。上白石萌音様チャンネルか。萌音様チャンネル。でもある。そうだ。でもある。ああ、うんうん。まあ、これによって、ね、過去のドラマを思い出させて、はい、思い出せるっていうのは自分の中で、ね。そうですね。うん。面白い。実はなんかさ、はい、思ったんだけど、うん、昔のとかさ、すごい狭いとこで撮ってるからさ、うん、2人すごい近いんだよ。狭いとこでだっけ？どれ、まあ、画面、いや、だいたいさ、2人で撮ってるやつが、スタジオとかすごいさ、うん、慣れてない感じあるよね。この中に入んないとやられてしまうんじゃないけどさ、なんか、そう、なんか私前に出てましたよね、最初ね。なんかあれ理由があったんですよ。洋服がね、一緒なのが嫌だって削ったんですよね。その一日何本も撮るっていう想定をしてなくてね。まあ、その後衣装持ってたり ね、なるべくこまめに撮るようにね、変えてったんですけどね。なかなか、マジで、地獄というか、すごい日々ですよね。まあ、俺なんかさ、まださ、なんていうの、そんなこと言ったら、まあまあ、我々っていうか、まだ始めたばっかっていう意識だからなんだけどさ、なんて言うんだろう、まだでさ緊張する。お、俺は、ね、俺はこのこうなるとなんか、うんうんうん、なんか違う。なんかやっぱり何喋っちゃいけないことがあるとか、でもなんかそうだよね、今、うん、D があんま好きじゃない言葉だけど、キャラクター的にはそのね、もともと毒舌な部分とかね、ギリギリのこともあるのでね。だから一人すっごい大変、一人すごい上手いじゃない。そう俺も一人の生放送だから危険なんですよ多分、うん、あんまりね、だだと大丈夫。いや本当そう、だから言えることがなくなっちゃう。シラフでやった方がいいです。なんかさ止めてくれる人がさいないとさ、うん、危ないです危ないです。今なんかさすごいいろいろ買ったものがさすっごい溜まってて、それはレビューやりたいの、買ったもの、そのだけど一、ね、人だとなんか全然あ、大丈夫、こうマイクに言っときました。あ、マイク、すげえ、聞いたら、後で聞いたらいい。だからね、難しい、だから、ねうんうんうん、奥になるね。あ、そう、物系は特に、視音はもちろんあるんですけど、もう完全いわゆるドラマとかと違って、生物じゃないから、うんうん、焦りがないから編集が遅れるんですよね。あ、そうだ。それあります、私も購入品系撮ってるんですけど、結構。うん、あとなんかさ、後ろの景色が気になるじゃん。なんて言うんだろう、撮ってて、うん、背景とかもちろんね。そうそうそう、だからそうすると、ね、結構なんか撮れる場所がなくなって、ね、自分何の YouTuber だけみたいになってくるんですよね。そうだね、そう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 、あのラジオみたいなのは気楽と、どっちかといえば。あ、なるほどね。
ぱこうやって画面っていうのもちょっと、でも画面 見たいっていうのもあるよね。あるよね、多分ね。でも私なんかはながらとかダメですね。やっぱ伸びないし、なんか自分で聞いててもそんなに面白くないかなと思う。なんか夜中の一人の面白いよね。あ、そうそう、顔映ってるじゃないですか、多分ね。だからその映ってないとまた動きがないとつまんないんだなっていうのが。いや、女の人はもう出てない。あ、そうなの。今だってマスクだってきっとみんな嫌だ。そうなの。でもね、恥ずかしいから。それ出たらみんな嬉しい。そう。だから俺の友達なんかもさ、はい、この前、お前ちゃん結構マスクしてる。ハロウィン。はい、はい。あの可愛いのに撮ればいいのにって言ってた。あら、友達いるんですね。友達いるんだ。友達。意外とさ、意外とさ。のすけさんしか浮かばなかったけど、のすけさんと友達って言わないから誰だろうみたいになっちゃった。面白い。俺ファンより友達の方が多い。あ、いいじゃないですか、そんなのね。配信ライブ友達です。ああ、いいじゃない。そう。あ、だからそののんさんの YouTube 900本の中で、そう考えると視聴者さんの絵の呼びかけみたいのを変えていきたいなってずっと勝手に思ってたんですよね。だから。はい、友達見てるんじゃないけど、なんか作ってほしいなって、そのラジオ聞いてもいつも思ってて、あってもいいかなと思うんですよね、あ、そういえばさ、はい、あのウーバーイーツ頼みましたみたいなの、ヒカル先輩とかやってるから。そうですね、皆さんやられてますね。そうそうそう、あ、うちにも届かないかな。もうすぐじゃない、もうすぐじゃない、もうすぐじゃない。この初めてさ、はい、ウーバーイーツやったの。でさ、そんなのさ、初めてだったんですか。初めて。撮りたいけどさ、ウーバーイーツよく送られてきますけどね、差し入れでは。差し入れではね。でもあれなんか楽しいね。楽しい。最初クーポンとかね、結構。そうそうそう。なかなか。だから最初だったからさ、お得ですよね。そう、だからさ、まあね、まあちょっといいなと思う。それでも高いじゃん。まあね、安くはないですよね、実際の値段考えたらね。だから、まあ、この、1000回に向け、ウーバーイーツ。1000回、1000本です。1000本だ。1000本に向けて、ちょっと、やってみたい。さあ、そんな、お一人何言いたかったって、ブロッコリー知ってる？ブロッコリー。ブロッコリーのウーバーイーツ。ああ、はい、ありますね。あれ頼んだんだけどさ。あ、それをウーバーした。うん。したんだけどさ。てん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 。あるんだ。ああ、そこで。あったあった。あったな。溶けとね、ちょっと点々点って感じで、やっぱ店舗によってなのかな。まあね、その時のスタッフさんにもね、よるかなって、茹で加減とかもあってました。でもやっぱレトマレトなんですね。そうそう。それ結構いい。でもそれが逆にみたいなあんでしょ。食感とかがなんかいろいろグッとなんか。なるほどね。長くなっちゃった。やっと900本まで、すごい。量より質。歌もね、とか伸びていいじゃないですか。量。いや、さっき白い呼吸かなんか、すごい爆発した。あれだけね。いや、すごい。ね、いいことだなと思って。まあまあ、それだけでさ、なんかさ、恥ずかしいよね。早くさ、10年後ぐらいになってくんないとさ、回数が恥ずかしくてさ、もう、回数全部隠したいな。わかるでしょ、だから私だって。カバー、カバーばっか、本当に。違うからみたいに。何万回言ってんのよ、普通がいいよ。やりたいですね。でも、そのうちになると思いますよ。地味に行くぜ。素晴らしい。それでは、おめでとう。チャンネル登録とグッドボタン、お願いします。はい。それじゃまた。またねー。